俳優の二階堂ふみが主演、チェ・ジョンヒョクが共演する TBS 系火曜ドラマ I Love You 毎週火曜後10時。放送前から民放 GP 対連続ドラマで初めてヒロインの相手役に韓国人俳優を起用したことでも話題となった本作。キャストの演技はさることながら、日本と韓国のテイストを融合させたラブストーリーが女性を中心に確かな反響を呼んでいる。そんな本作の舞台裏を中島圭介プロデューサーに聞いた。同作は目が合うと相手の心の声が聞こえてしまう。テレパスの能力を持つ主人公ユーリ、二階堂ふみと超ピュアな年下韓国人留学生ユンテオ、チェ・ジョンヒョクの恋模様を愛とユーモアたっぷりのオリジナル脚本で描くファンタジックラブストーリー。このドラマを企画したのは何年も前と話した中島氏は、日本の韓国ドラマファンの方もすごく多いですし、特にここ数年で日本でも韓国のコンテンツに触れる機会がすごく多くなったと時代の変化を語る。それをいい意味で垣根みたいなものがなくなってきていると捉え、こういうドラマがあってもいいんじゃないかと純粋に思ったことが指導のきっかけになったと明かす。